ストックホルム近代美術館の外にある動くインスタレーションストックホルム近代美術館ラファエル・モネを設計ストックホルム近代美術館はスウェーデンの首都ストックホルム中心部のシェプスホルム島にある現代美術の国立美術館である1958年20世紀美術のための美術館として開館1998年にはスペイン人建築家 ラファエル・モネオによって新築された。しかしその後、建物に欠陥が見つかり、2002年に一旦閉館された。2004年に再びオープンした。2009年、スウェーデン南部の丸目に文館、丸目近代美術館を開設した。美術館は1958年5月9日に開館した。初代館長はポントスフルテンだった。 2010年5月、ダニエル・ビルンバウムが美術館の新しい館長に就任した。彼は2018年末まで在職した。文化大臣、アマンダリンドにより、ギッテ・オルスコーが新しい館長に指名されるまで、キュレーターのアン・ソフィのリングが館長代理を務めた。オルスコーは2019年9月から職務を開始した。2009年、博物館は、 以前、マルメのルーセウムとして知られていた建物に、新しい文館を開設した。美術館は、スウェーデンはもとより、国際的な近現代の美術を所蔵し、パブロ・ピカソや、サルバドール・ダリ、さらに、タトリンの塔もその中に含まれている。美術館のコレクションには、マルセル・デュシャン、ルイーズ・ブルジョワニキド、サンファル、アンリー・マティス、ロバート・ラウシェンバーグなどのアーティストの主要な作品の、 他、現代アーティストによる継続的な買収も含まれている。1993年11月8日、ピカソの作品6点、ジョルジュ・ブラックの作品2点、合計4000万ポンド以上が、1955年のフランス映画、リフィフィの方法を模倣して、泥棒が夜に屋根から侵入し、博物館から盗まれたそのうち、 ピカソの6枚の絵画すべてとブラックの絵画の1枚が回収された。常設展への入場は無料だが、一部の特別展には入場料が必要。2005年、元美術館長のポンプスフルテンは文書庫と図書館とともに700点を超える芸術作品をストックホルム近代美術館に移存した。コレクションのいくつかの作品は、 美術館の常設コレクションと共に展示されている。他の多くは専用のポンツスフルテンスタディギャラリーに展示されている。博物館のある島には彫刻公園があり、様々な国籍の彫刻家の作品が展示されている。博物館は当初、シェップスホルメンのエクセルシシュセットにあった。百九十四年から百九十八年では一時的にストックホルムの別の場所、 国際見本市会場に移動し、その間に、スペイン人建築家、ラファエル・モネオによって、シェップス・ホルメンに、新しい美術館の建物が建てられた。ポントス・フルトンスタディギャラリーは、レンゾ・ピアノの設計によるものである。博物館は、年間を通して一時的な現代美術展を開催し、開催している。2005年、美術館は、ワンド・ハゼロ・フェスティバルを主催し、上映。 インスタレーション、トーク、ライブ VJ、オーディオビジュアルイベントで新しい若い観客を美術館に呼び込んだ。ありがとうございます。